ここにいる。皆さんおはようございます。スバラシェフのユミです。今ですね、これから、ちょっと買い物に行ってこようと思っています。今日は2月の25日、世間で言うと給料日ですよね。なんかだからどこもさ、銀行混んでそうみたいな感じなので、どうしようか悩み中なんですけども、とりあえず買い物に行って帰ってこようかななんて思っています。お、今日ね、道路ね、溶けてます。おーみたいな、走りやすい。そんな感じで、また後ほど食品紹介したいななんて思っています。じゃあねー。真剣？なんかすごい暑い。じゃあねー。すごい走りやすくていい。あ、気温もね、車の中1度です。あったかいです。それでは後ほど失礼します。よお、ただいまー、ただいまー。よいしょ。なんや、おもい、あー、おもい、よいしょ、おもい、かなり重いです。よいしょ、重い。小春空、ただいまー。うわぁ、頑張るか。よいしょ、ただいまー。よいしょ、よいしょ、小春空、よいしょ、ただいまー。母ちゃん、ただいまー。母、ただいま、ただいま、ただいまー。母ちゃん、ただいまー。母ちゃん、空くん、甘い甘い。よいしょ、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 よいしょ。皆さんこんにちは、ズボラ主婦のユミです。食品紹介今回していこうかなと思っています。ですね、週1週間分一応買ってきました。そんな感じでこれからご紹介していきたいと思います。
今日は油淋鶏を作っていこうかなっていう感じです。いつものブラジル産です。今回はブラジル産を使っていきます。下処理をしていきます。いつもユミはこういう感じで鶏肉叩いてる感じですね。今日の札幌はまたもやですね、大雪ですね。なんか昼ぐらいあたりから結構雪が降ってきてます。この後小春と空の散歩です。で、油の気になるところは取っていきます。ポリ袋に調味料を入れていきます。料理酒入れていきます。適当ですね、いつもの感じで。そして醤油ことです。そしてごま油入れていきます。そして生姜入れていきます。入れて、しばらく5分ぐらい10分ぐらいつけておこうかなって感じです。その間にタレを作っていこうかなっていう感じです。長ネギさんです。続きまして油淋鶏のタレを作っていきます。うちは寿司酢言えてたかな、目分量適当に入れていきます。そして生生姜です。チューブです。これまた適当に入れていきます。たっぷりめです。そしてですね、ごま油ちゃんを入れていきます。こんな感じで目分量で入れていきます。そして醤油ことっていう感じで、これまたね適当に入れていきます。そしてホワイト砂糖さん、これもね適当です。ユミ亭の味にしていきます。こんな感じで、ユミ亭は油淋鶏のタレはこんな感じです。もしよかったら参考にしてもらえると嬉しいですって感じで、うまいって感じです。さっき漬け込んだ鶏肉に片栗粉をまぶして揚げていきたいと思います。うちはこれを使っています。こんな感じで適当に入れていこうと思っています。これで、揚げていこうかなっていう感じです。
早速上げていこうかなっていう感じです。1枚目ポトンと入れていきますっていう感じで、結局ですね2枚目もポトンと上げていきますって感じで、そんな感じで油跳ねの時ってすごい怖いじゃないですか。うちはユミテはフライパンの蓋を、油跳ね防止を使っていますってことで、こんな感じです。結構ね顔に近づけてやると効果あります。熱いということがないです。パチンってきても大丈夫です。いい感じかなと思ってひっくり返してこんな感じですっていう感じです。こんな感じに揚がりました。どうでしょうかって感じで、もしよかったらね皆さん、参考にしてもらえると嬉しいなっていう感じです。そんな感じで今日のユミ亭はユーリンチでした。今ユミは小春と空に散歩来てます。よいしょ。結構ね今日遅く散歩出たので日の入りが真っ暗になってきましたね。ちょっとこんな感じで散歩してます。よいしょ。今日坂道だから結構きつい。よいしょ。では後ほど。よいしょ。顔見えない。失礼します。皆さんやばいです。皆さんこんばんは。お疲れ様です。ただいま地震がありました。びっくりしましたということで、まだちょっと揺れてますね。そんな感じでちょっとね本当いつもコメントありがとうございますということで、ちょっと動揺してますけども、また来週からもぜひよろしくお願いいたします。それではまた皆さん、地震なのでちょっとこの辺で終了いたします。小春ここにいます。空ここにいます。それではおやすみなさい。失礼します。ごめんなさい。